川崎造船所。川崎造船所は、兵庫県神戸市に設立された造船所、及び造船所から発展した企業、株式会社川崎造船所である。造船所は、川崎造船神戸工場の前身であり、そこから発展した企業は、川崎重工業株式会社、川崎重工の前身にあたる。この項目では、川崎重工、 川崎造船所の創業から1945年、終戦時までの遠隔を中心に記述する。川崎造船所が置かれた神戸は1869年、明治2年、兵庫製鉄所、後の、官営兵庫造船所が設立されるなど、近代造船業の盛んな土地であった。この造船所は、加賀藩市ら3人が閉鎖となった七尾造船所、加賀藩の設備を譲り受け、 兵庫川崎の浜、東出町に設立した。また1869年、明治2年に開設されたバルカン鉄工所が1872年、明治5年に、工部省に買収されて、工部省製作料兵庫製作所となった。兵庫製鉄所は同じ年に、工部省に買収され、兵庫製作所と合併した。兵庫製作所は1873年、明治6年に、 東川崎町に移転した。その後に名称を、兵庫工作文局、兵庫造船局と変更し、1885年、明治18年、兵庫造船所となっていた。一方、近代造船所の必要を感じていた、川崎正造は、1878年、明治11年に、東京の築地に、川崎築地造船所を、ついで1881年、 明治14年に神戸に川崎兵庫造船所を設立した。当時はまだ和船が重んじられて、経営は苦しく、彼は関東取扱いで得た利益をつぎ込んだ。明治政府は1880年、明治13年に関営工場を民間に払い下げる方針とし、関営兵庫造船所は1886年、明治19年になり、川崎に払い下げられた。 設備、敷地ともに、川崎兵庫造船所より優れていたので、川崎兵庫造船所の機能はこちらに移設され、官営兵庫造船所は、川崎造船所と解消された。東京にあった川崎付地造船所も敷地に、工場拡張の余地がなく、また経営上からも2カ所の造船所を維持するのは、難しいために、道所は閉鎖され、工場は神戸に集約された。 川崎造船所は、現在の神戸工場の位置にあって、仙台3機、船下2基の設備を持ち、鉄船の建造能力があった。官営時代に受注し、建造中の鉄船もそのまま引き継がれ経営を助けた。1894年、明治27年に勃発した日清戦争によって、心臓、修繕の需要が増え、川崎造船所の事業は拡大した。 今後の資金調達強化のため、1896年、明治29年10月15日に、株式会社川崎造船所が設立された。肖像の息子3人は、すでに亡くなっており、養子の4男はまだ10歳だったので後継者として、松方正義の男、松方孝次郎が、初代社長となった。社長となった松方は、積極的に設備投資をし、 年願のカンドックが1902年、明治35年に完成した。同年から新仙台の建設にも着手し1905年、明治38年に第一仙台が完成。その後も新仙台の建設を継続し、設備を拡張した。第四仙台上のガントリークレーンは1912年、明治45年に竣工している。1937年。 昭和12年までに8つの仙台を設置、うち、第6仙台は1941年、昭和16年に撤去され、1945年、昭和20年の終戦時で7台の仙台があった。また松方は、海外からの技術導入も、積極的に進め、実用化の始まった、船舶用タービンでは1907年、明治40年インターナショナルカーチスマリンタービン社と、 特許についての契約を結び、カーチス式タービンの製造を始めた。また1911年、明治44年には、イギリスのジョン・ブラウン社と技術提携し、ブラウン・カーチス式タービンを製造した。さらに同年、ドイツマン社と特許契約を結び、ディーゼルエンジンを製造した。その他、対象の始めまでに合わせて17件の海外特許と契約を結んだ。 個人経営の時代は、日本海軍向けには、木造不設艇6隻を建造しただけだった。株式会社設立以降、官邸建造は本格化し、1899年、明治32年の水雷艇建造から始まり、駆逐艦などを建造した。潜水艦建造も早くから手がけ、1906年、明治39年に、日本初の国産潜水艦、 第六潜水艇を建造している。その後も、艦艇建造を続け、太平洋戦争開始時には空母を建造するまでになった。ちなみに終戦までに、戦艦、空母を建造した国内の民間造船所は、ここと、三菱重工業長崎造船所の2カ所しかなかった。空母の船体のみの建造は、他に2カ所あった。また、潜水艦を建造した国内の民間造船所も、 ここと、三菱重工業神戸造船所、太平洋戦争中に建造を手掛けた、三井造船玉の造船所の3カ所だけだった。また、商船建造も、順調に受注した。第一次世界大戦時には、大福丸型貨物船を、ストックボートとして75隻も建造し、大きな利益を上げた。1九百四年、明治十七年からの日露戦争でも、新造船、 終繕の需要増に追われた。しかし戦争終結後の不況から川崎造船所も経営が苦しくなり、1907年、明治40年から1909年、明治42年までに業員を半減させている。1909年からの政府の造船業保護政策や国際情勢の好転により受注は増大し、業績は回復した。第一次世界大戦後の不況時にも、 経営危機に陥った。この時は1919 19年、大正8年の労働葬議、1922年、大正11年のワシントン軍縮条約、1923年、大正12年の関東大震災が重なった。さらに1927年、昭和2年の金融強行により、主要取引銀行の15銀行が臨時休業になり、資金繰りが急速に悪化した。 政府や神戸市の援助、従業員、約3500人の開校休業、役員報酬のカット、松方や川崎家からの資材提供などを行い、経営の立て直しを図った。さらに、兵庫工場は分離して、川崎車両として独立指定当権を設定、本社工場、吹合工場を担保として、融資を受けた。日本海軍も、 感染本部臨時感染建造部を設置し、官邸建造の継続を助けた。しかしながら、アメリカのオール街を発端とした世界恐慌により、さらに心臓戦術中が減少し、1931年、昭和6年に和議を申請し翌年認可、1933年、昭和8年に和議成立の手続きを完了した。 会社再建のため3260人の人員を整理し社内では経費節減を図った。社外では政府の心臓船援助により焦船心臓が復活、満州事変を境に景気も上向きとなり、会社の再建は軌道に乗った。それより先、経営難になる以前から造船以外の製品も製造していた。協梁の製造は 個人経営時代の1887年、明治20年から始まっていた。官営工場の払い下げを受けた時点で川崎は造船業に専念したが、1900年、明治33年の金融強行以降は景気に左右されない分野を模索し、1906年、明治39年に鉄道車両製造の進出を決定した。神戸市東尻池村。 現在の神戸市兵庫区和田山通りの地に1907年、明治40年、新工場が完成した。ここでは、鉄道車両のほか、中古品、橋梁の製造を行った。ここは、現在の川崎重工業兵庫工場である。鉄道車両の製造は1928年、昭和3年の経営危機の際に、川崎車両株式会社、1969年に、 川崎重工に合併として分社化された。自動車の生産は造船所造機部時代の1918年、大正7年に開始、大阪法兵交渉から軍用正式自動化車の試作鑑賞を受け2台を完成している。1921年には、兵庫に工場を建て自動車部を設立し、パッカードを半に1トン積みトラックを試作。その後飛行機部を経て車両部となり、 1929年、昭和4年鉄道車両の傍らバスの生産も、計画。1931年、昭和6年には6気筒のキロワット48型 64PS とキロワット43型 60PS、8気筒の KP52 a 型 66PS、4気筒のキロバイト33型 24PS の、K4 種のガソリンエンジンを完成。 翌年からキロバイト33を搭載した1トン積み、トラックキロトン10型を筆頭に2、3、4トン積みトラックのほか、2トン積み6輪車足やバス車体も生産し始め、1933年、昭和8年には、KP52 型 90PS 搭載の乗用車も、正、10代が鉄道省や陸海軍の指揮官車として納入されている。車名はいずれも、 六工法と称した。しかし1942年、昭和17年に航空機の増産のため事業継続を断念し、24年来の自動車製造に幕を下ろした。六工法の生産台数は1932年から1936年までが民獣240台、軍獣270台。1937年から1942年までが民獣250台。 軍事3670代、総計4190代であった。戦後、この経験はバス車体化層とオートバイで生かされることとなる。1919年、大正8年には川崎汽船を設立し海運業に進出した。また同じ年、他社と合同で出資し、国際汽船を設立させた。これは、第一次世界大戦中に大量建造して、 不良在庫化していたストックごとの処分が大きな目的であった。航空機の分野は1918年、大正7年から参入した。1923年、大正12年に岐阜県蘇原村、現在の各務原市に機体組み立て工場が完成した。また1924年、大正13年からドイツドルニエ社の飛行艇を製造し、 全金属製航空機の製造技術を導入した。軍からの増産の要請に応えるため1937年、昭和12年には、川崎航空機工業株式会社設立し、航空機部門を独立させた。成功の分野は1906年に、運河分工場を設置するときに成功部を設立し、鋳造品の製造を開始したことから始まる。 1916年、大正5年に、兵庫工場に製造工場を新設して防空などを生産した。また神戸吹き合いの脇浜、現在の神戸市中央区に吹き合い工場を1917年、大正6年に完成させ、中高半、厚高半の生産を始めた。同工場では1920年、大正9年から薄高半や高張力高半の製造もしている。 さらに1937年、昭和12年に、岩手県久慈地方にある砂鉄の精錬のため、久慈製鉄所を開設し、砂鉄づの生産を始めた。このような経営の多角化に対応して1939年、昭和14年12月1日に社名を、川崎重工業株式会社と変更した。国際情勢の緊張が高まり、造船については、 官邸受注増などを活況を呈した。一方、1940年、昭和15年に、工場は海軍管理工場に指定を受け、1942年、昭和17年には、重要事業場に、1944年、昭和19年には、陸軍管理工場その他の指定を受け戦時体制となっていた。太平洋戦争により、艦船工場は多忙を極めた。このため、 潜水艦専用の造船所として、大阪府仙南郡田中川村、現在の町の海岸を埋め立て、泉州工場を建設した。ここには、ドック3基、仙台4基、偽装海岸などが設置された。同工場は1939年、昭和14年から用地の取得を開始し1942年10月28日に開設された。なお戦後の民主転換には、 立地が悪く1949年、昭和24年6月30日に閉鎖されている。日本海軍からの要請により、占領地のオランダ領東、インドでオランダ軍が破壊した工場設備を修理し、1943年、昭和18年にジャカルタ造船工場を開設した。ここでは主に修理工事に従事した。また1944年、 昭和19年に陸軍の委託で、ジャワ第二船舶工場も稼働し、木造船を修理した。鉄鋼製品の需要も高まり、1941年、昭和16年、西宮市に特殊工場、JFE スチール、西宮工場の前身を設置した。その他、岩手県久慈町に鉱山部を設置し、青森県の大港鉱山を買収して、第二鉱山部を設置した。 さらに、兵庫県南見郡保村、現在の高砂市千九百四十三年、大型炭造品の製造を目的とした、伊保工場を設立する。なお、伊保工場は、終戦時に未完成であり、軍需依存が大きかったため九百四十八年、昭和二十三年に閉鎖が決定されている。また同年に、吹き合工場が被害を受けた、際の代替工場として、愛知県半田市に、 下工場弦 JFE スチール下製造所を建設した。1944年末から日本各地は空襲の被害が増大し、川崎重工でも1945年昭和20年3月17日に神戸空襲で幹線工場が被害を受けたのをはじめ、6月5日にも空襲を受け被害が広がった。他の工場でも空襲による大きな被害を出して、 終戦を迎えた。被害の大きさから工場が継続できるかどうかわからなかったという昭和造船史第1巻 P48 による。戦後も艦船建造は継続し、海上自衛隊の潜水艦の建造は三菱重工業神戸造船所と二分している。1 9五十年昭和十五年に鉄鋼部門は川崎製鉄株式会社、現、 JFE スチールとして独立。川崎重工には重工部門が残った。1969年、昭和44年には、経営基盤強化のために、川崎重工業と川崎航空機工業、川崎車両の三社が合併し申請の、川崎重工業となっている。なお、船舶部門は、川崎重工から2002年に分離し、株式会社川崎造船になり、 その後さらに、川崎重工に吸収合併され、社内カンパニーの川崎重工業船舶海洋カンパニーとなった。鉄骨のみ楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。